ちは、青木美佐子です。今回はメリメルちゃんを一人前のロリータに仕上げるために私が講師を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はロリータのコーディネートということで、ロリータファッションを着る上で大切なこととかっていうのを皆さんご存知ですか？大切なこと、お上品に振る舞うとか、やっぱりロリータファッションってお姫様になりたいっていう願望がある女の子が結構着てることが多いので、それで結構罵声とか走ったりとかちょっと下品なことはやっぱり洋服を傷つけてしまう恐れがあるので、はい、すごい大事だと思います。私はなんか統一感とかですかね。確かに結構今日私が着てる洋服もかなり派手になってきちゃうんですけど、こういう時とかはちょっと頭物をシンプルにしてみたりとか、靴下は無地物にしてみたりとか、ガラガラガラってなりがちでそうするとかなり膨張して見えてしまうので、でもすごく統一感は大事だと思うので、今はロリータファッションも多様化していて、ロリータファッションの前に何か、スイートとかクラシカルとかをつけると、ロリータファッションのカテゴリーが1個できるぐらい、本当に今100、200通りぐらいロリータファッションの種類が増えているので、そのコーディネートとか種類を今回は学んでいきたいと思います。お願いします。お願いします。それではレッスンスタートです。基本シリーズ、基本のスカート、ロリータファッションに欠かせないワンピース、ジャンパースカート、ワンピース、セパレートタイプのスカートなどがあります。基本のパニエとドロワー、ワンピースなどの下に履いてふんわりボリュームを出します。基本のブラウス、ロリータのトップスといえばブラウス、襟のあしらいも丸襟や立ち襟、フラットカラーなど様々あります。基本のシューズ、ロリータのシューズは先端に丸みがあるのが特徴、ブーティー、ローヒール、ロングブーツなど様々。基本のソックスとタイツ、ロリータのスカートに合わせるのはハイソックスかタイツ、プリント柄、シースルー、編み物タイプなど様々な種類があります。基本のバッグ&ヘアアクセサリー、ロリータファッションのアクセントで欠かせないバッグやアクセサリー、ハート型やフリル傘など可愛いが満載。ヘアアクセサリーはカチューシャ、ヘッドドレス、ボンネット、ハットなど、レパートリーもデザインもいろいろ。どうでしたか？いっぱいいろいろあってすごかったね。種類いっぱいあって、すごいな、面白かったです。面白かったです、はい。で、海外ではどういう感じのロリータが流行ってるんですか？海外だと国によって全然違くって、日本だと今はクラシカルロリータが結構人気があるんですけど、アメリカだと結構ポップなパステルカラーのものだったりとか、あと中国だと和ロリっていうちょっと和柄っぽいお洋服が最近流行ってたりとか、あと中国の伝統的なチャイナ服をロリータにして、ちょっとミックス、文化の融合みたいな感じでロリータファッションが出てきていて、今世界中でロリータファッションが生まれてるというか、今は本当にいっぱい多様化していて、そうなんです。だから本当にロリータのジャンルがいっぱい出てきているので、皆さんもぜひロリータ上級者になっていただくべく、勉強していただきたいと思います、はい。ロリータコーディネートの種類、スイートロリータ、アマロリと呼ばれるピンクなどの淡い色を基調としたコーディネート、クラシカルロリータ、ロココやビクトリア調のお上品なコーディネート、パンクロリータ、パンキッシュ要素を取り入れたカジュアル志向のコーディネート、ゴシックロリータ、黒や赤などダークな色を基調とした小悪魔的なコーディネート。それでは実際に着替えてもらいました。すごい、かわいい、なんか三つ子っぽい。確かにデザイン一緒。デザイン一緒です。一緒のデザイン。ベイビーさんで、はい、ベイビーさんで。わー、後ろも見たい。後ろどうですか？かわいい。
しかもリボン結び上手すごい三つ子ちゃん、可愛いですよね。やっぱり立ってみると2人とも身長大きいですねそうなんですよ、すごい。でも似合う、これがあのさっき言ってた姫袖っていうのがこれなんですけど、食事するときにめっちゃ大変そうなんですか。こうやって選ばないと、そう、結構お姫様系のドレス系にはすごく合うんですけど、うん、食事の時がね大変なんですね。ショック気をつけてください。気をつけます、はい、気をつけます。でもダンスとかされると思うんですけど、うん、そういう時にこうちょっと振りが揺れたりとか、ね、リボンが揺れたりするのもまたロリータ可愛い、可愛いです、はい。それではですね、はい、皆さんこれだけでは完成ではなくて、はい、まだ頭とか髪の毛、はい、そうですね、ヘアメイクが何もつけてない、まだ完成なので、はい、次回はそれを勉強していきたいと思います、はい、また次回のレッスンで会いましょう。バイバイ。